阪南大学サッカー部、重廣拓也選手の京都サンガ FC 新加入内定会見にご出席いただきありがとうございます。それでは早速ですが、阪南大学サッカー部監督、須佐哲太郎から、今回の入団の経緯と重廣選手のセールスポイント等について説明させていただきます。すみません、阪南大学サッカー部監督の須佐です。座ったままで、長くなりますので、セールスなんですか。説明させていただきます。というか2週間ほど前に仮契約の署名は、させていただいたんですけども、今回こういう形で公表することになりました。もともとというか熱心に参加の方がです、ね、誘っていただいて、他からも結構来てたんですけど、いつものことなんですけれども、2008年に通年制リーグになって以来、偶数年はずっと優勝してきましたが、奇数年、には優勝を逃すというのが続いてまして、それも奇数年にユニバーシアード大会があるんですね。で、前の年から強化は全日本大学選抜としての強化は始まってるんですけども、そこに、3人とか取られるケースが多くて、でなおかつそうなった時には4年生が、就職を抱えていて、 J リーグに行ってこうキャンプ等々に参加すると。で、準備期の大切な時期に、J リーグに内定するって言ってもまだ未熟な選手なん でまだ若い大学生として若いチームなんで、やっぱりきちっとチームにとしてのベースになるところをトレーニングし、その中心選手がいて、なおかつ他の選手がその水準と同様のプレーをしてあげていって、チームとしての大体の骨格が出来上がると思うんですけれども、それがいないとなかなかできないんですよね。でなんかちっちゃくまとまってしまう。で、戻ってきた時になかなかその合わない。で、なんか個人頼みになったりとか、ある年なんかは5人ほど、何選手でしたっけ、J の、特別指定ですね、出しましたけれども、1ヶ月間で1試合しか出れないとか、それも練習マッチしか出れないとかいうことになりまして、夏休み終わって戻ってくる頃、秋のリーグの直前にはちょっとコンディションがボロボロというような状態で戻ってきたりするケースがあって、なかなか奇数年に成績が上げられませんでした。で、今年はもう早く声掛けさせていただいたしてもらっているチームと、しっかり詰めていこうかというような話をしていて、本人たちはこれで2人目ですけど、あと2人ほどは実際に話が来てるんですけれども、いろいろ色気があって、あっちも行きたい、こっちも行きたいと思ってるかもしれませんけども、特に三賀さんは強い引きで、しかも熱心にほとんど毎週のようにグラウンドに来られて、京都の鈴木君が来られて、なおかつ、小島さんとかがしっかりした口説き文句を知り合いに伝えていただいて決意したというふうに思っています。で、本人のプレースタイルはとにかく動くという、で、あれいつやったか、8月だった、もっと早かった、高3の時に来たか、夏だったんです。広島南の藤井監督直々に連れてきまして、どんなもんですかというようなことで、本当によく動くなという印象だったんです。で、三学は練習試合をですね、前の監督が石丸っていう監督がうちの卒業生というのもあって、ちょくちょく練習試合をさせてもらってましたけども、自陣のペナルティーエリアに来ると思ったら、もう相手のゴールエリア近くに行ってるというぐらい本当に動くなということで、それを売りにしてまして、早くも2年生の時に1年生の、最後の関西選抜に選ばれまして、その伝送チャレンジカップで、彼が
関西選抜として活躍する姿を、全日本大学選抜のスタッフが、僕もチームリーダーしてたんですけども、僕は強く押したわけではなくて、僕は早いんじゃないかとか、逆に反対したぐらいなんですけど、阪南大学からこんな3人も多すぎるというふうには思ってたんですけど、その当時の監督が絶対選びたいという、こういうタイプはいないということで、選んで、実際に韓国関樹のユニバーシアードに2年生で出場しました。試合にも何試合か出場して、準決勝でイタリアに残念ながら負けてしまうんですけど、重弘の放った左足のシュートが決まっていれば、同点に追いついたんではないかというふうに思います。でもあれはね、すごいこんなキック持ってたんだと思うぐらいすごい弾丸のキックで、ただ相手のキーパーが190センチぐらいありまして、それで片手でパーンと弾かれてしまってというようなあれでしたけど、まあ本人としてはまあまあよくやったなというふうに思います。まあもう特徴は本当に動くということなんですけど、最近ちょっと偉くなってきて、あのゲームメーカーみたいに真ん中でグラディオーラみたいな、ドリームバルセロナドリームチーム時代のバルセロナ、あのグラディオーラのようにセンターサークル付近に受けてさばくみたいな、それからスルーパスを狙うというような、通ってませんけど、そういうスタイルになってて、ちょっと僕としては不満で、もっと動けと、いうふうに言ってて、そういう点をもっともっともっと打ち出して、チームとしてこう機能化していきたいと。今ちょっとあのチームが低迷しますので、低迷の原因はもう全日本大学選抜に選ばれている3人の、ちょっとした勘違いではないかというふうに思っておりますので、ぜひとも本来の姿に戻ってほしいというふうに思っています。まあ、そういうところですかね。またありがとうございます。はい、続きまして京都サンガ FC 強化部部長野口博さんからご挨拶をお願いします。皆さんこんにちは。京都サンガ FC で、強化部部長をしております野口と言います。本日はお忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。まずはじめに、心よく選手を送り出してくれた須田監督をはじめとする阪南大サッカー部関係者の皆様、そして井上学長をはじめとする阪南大学関係者の皆様、そして重弘選手ご家族関係者の皆様、本当にありがとうございます。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。我々京都サンガはですね、現在 J2 を戦っております。何としても今年 J1 に昇格して、来年重弘選手を J1 の舞台で戦わせてあげたいなと思っております。重弘選手はですね、攻守の要といわれるボランチで、我々は即戦力として考えております。関西大学サッカーのみならず全日本大学サッカーの名将である須田監督のもと、教わったスキルを存分に京都サンガに還元していただければなと思っております。OB の本田選手も今活躍してくれております。2020年には、亀岡市で、サッカー専用スタジアムができます。そこで、本気で J1 で優勝を狙えるようなチーム作りを、今考えておりますので、その中心になってもらえればなと思っておりますので、どうか今後とも応援のほどもよろしくお願いします。本日はありがとうございます。では京都サンガ FC に入団内定が決まりました重弘選手から今後の抱負についてお聞かせください。まず、お忙しい中、この場に、知り合ってくださった皆様に、感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。改めまして京都サンガ FC に入団することになりました重弘徳也です。幼い頃からの夢だった、プロサッカー選手になることができて、素直に嬉しく思います。それと同時に、その第一歩、京都サンガという素晴らしいクラブでスタートできることに、
応援に思います。で、まあ、来シーズンから、即戦力になれるよう、まあ、まずは、J1 優勝、ACL 出場で優勝というのを目指して、自分自身の課題に常に向き合って、日々成長していきたいなと思います。ではここから質疑のとの方に移らせていただきます。ご質問がございましたら挙手をお願いいたします。お話したいのですが、参加の認証練習参加してみたい人と思いますが教えてください。まあ、キャンプする前に、3回戦の時に1回山口和真と1回練習参加に行って、その時は監督にも嫁さんじゃなくて、でその時の印象と、まあ、比べたらすごい今のチームはすごいこうすごいみなぎってるというか、その選手同士ですごい競い合ってスタメン取るためにこう死ぬ者狂いでみんなやってて、まあ、すごいいい好印象で、まあ、僕もその中でポジション争いしたいなっていうようなふうに思いました。はい、他にございますでしょうか。まあ、ご自身の持ち味をどのようにこう参加で生かしていきたいのかというのと、あと1年目の具体的な目標とかがあれば教えてください。自分の特徴としては、まあ、さっき監督もおっしゃってましたけど動くっていうことで、まあ、ボランチっていうポジションです。でこうチームのバランスを取るっていうようなイメージがあると思うんですけど、まあ前に後ろに横にこう全てにこう関わって動いて関わるっていうことが、まあ、僕自身の特徴だと思ってます。まあ、1年目はとにかく、攻守にわたってハードワークしてチームにこう活性化させるような僕の動きでチームを活性化させていければ、でそれが勝利につながればいいかなと思います。多摩大学で一番学んだことというか、あの大学の2年間まだありますけど、そういうところを先生に聞いていただけたらどうですか。一番ここに来て学んだことは、まあ、監督がよくおっしゃってるんですけど、まあ、言い訳しないということと人のせいにしないっていうことは、この大学、阪南大学に来て強く学んで感じたものです。阪南大学サッカー部さんは毎年のようにプロの選手を出していらっしゃると思います。大学独自の取り組みなんかもかなりされているか、重弘選手は、ご自身の成長ですとか、まあ、プロ入りにつながった、大学サッカー部について、どういうことがあったんでしょうか。そうですね、まあ、高校時代は今みたいなプレースタイルではなかったような気が自分自身ではしてて、でまあ、それをその自分自身で気づけなかったことを、まあ、坂監督が。つけてくれて引き出してくれて、で、まあ、そういうのが練習から常に動いてパスをもらったり動きながらプレーするっていうことを練習から常にやっていったおかげで、まあ、あの1回戦の時から選抜に呼ばれるようになったりして、すごく
高校時代の僕と大学時代の僕で全然違ったことが、まあ、プロへ、進めたことかなと思います。先ほど、自分自身の課題に向き合って成長していったとおっしゃってましたけれども、そういう、自分の課題を見つけていくというようなこともやはり大学生ですか。そうですね、まあ、まあ、僕自身監督にこう褒められたことがないというか、常にどんなプレーしてもこうそれは違う、もっともっとこうしろっていうふうに、こう僕をこう満足させてくれなかったというかっていうこともあって、常に監督のその要求にまず応えると同時に、まあ、それができたらもっともっとすごいプレーヤーになれたりするのかなと思ったりした。その課題がよく見つかることだと思います。プロでの活躍期待しております。あの、まあ、プロになるまではまだ時間があるので、はい、花大学とかユニバーもあると思うんですけど、その間に何かしたいこととか、プロとかこれをしてからプロになったことがあれば教えてください。そうですね、まあ、今ここで大学でやっていることがすごくプロの世界で生きると思うので、まあ、それはボール出しのところであったり、止めて蹴る、動きながらプレーする体の使い方だったりっていうのを全て、まあ、ここで成長できると思っているので、とにかく安心することなく自分のプレーに向き合って第1シーズンに向けたいと思います。京都サンガを選ばれた、最終的に選ばれた理由というか、それを教えてください。まあ、監督もおっしゃられて、鈴木慎吾さんが毎週のように練習に見に来てくれたりして、でその中でこうお話を聞いてて、で、まあ、野口部長をはじめとする強化部の皆さんのビジョンに僕自身すごく共感して、でその思いを僕が叶えてあげたいという期待に応えてあげたいと思ったことが決め手です。ありがとうございます。野口部長さん、北谷さん、まず参加として地球選手どういうところを最も強化して監督をどうしたのかということと、監督は年間指導する中でこういうところが最も変わりましたというのを教えていただけますか。はい、本人も、監督の方からもお話あったと思うんですけども、まずは運動量が上がるということ、まあ、現代のサッカーはやはりそこが大部分を占めているというかベースとなっておりますので、まずそこがあったということと、あとキャンプ来た時に3バックやったんですね。スリーバックでやったことないよと言いながら、やって、普通に物持ちしなく先輩たちを動かして普通にできてたと、あ、もうこういうとこがあるんだってすごい感心したのを覚えてます。で、練習試合も、監督の方も言ってましたけども、よくやっておりましたので、昔から、いい選手がいるというのは分かってましたし、で鈴木慎吾、スカウト、小島、チーフスカウトと話し合って、もうすぐに取りに行こうというところで、獲得するということになりました。とにかく何ていうか、変わろうとするっていう、ね、自分がこう変わらなきゃいけないっていうのをできるっていうのは、やっぱそれ能力だと思うんですね。と同時に、選抜、例えば関西選抜にポンと選ばれて、あまり実績のない選手が、まあ、うち自体がまあまあ上位にいるということもありますけど、でそこでやっぱり自分の力を発揮する、つまりチャンスを生かす、でそれでまた全日本大学選抜に選ばれたときに、そこでまたチャンスを生かすっていう、そういう貪欲さというか、そこはちょっとプロ向きかなと。一回バルセロナにキャンプ行ったんですけど、ちょっと怪我気味で入ってしまって、
トレーナーからは練習を止められたんですけど、本人はできるって言って、でそういう状態で入ってきた時に対して、当時の監督からめちゃくちゃ怒られたんですよ。その時に睨み返しましたから、こいつ、大したものが飛んでくれました。だから、もともとそういう要素を持ってたと思うんですよ。で、それがこうどんどん高くなっていく。僕、さっき僕が高い要求をしたと言いましたけど、あまりそういうふうには思ってなくて、一番伸びたところはやっぱターンするっていう、前を向くっていうことはすごい伸びたんじゃないかなと思います。プラス隠すって言うんですけど、ターンして晒しますよ。でその時に敵が後ろから来た相手に取られそうになる時に、最近ちょっと失敗多いですけど、やっぱボール隠せるっていうのはすごい力だと思う。外人はもう雲なくやるじゃないですか。でも前向けないんで、そこをバックパスしたり横にさばくだけだったら面白くない。そういうこう相手の嫌なところっていうところが伸びたんじゃないかなというのと、ダイナミック、高校時代もねちょろちょろ点を取ってたんですけど、ダイナミックにやっぱ走り込んでいく。あれで初スタメンだったかどうかちょっと忘れましたけど、神学戦だったよね、点取った、初ゴール。あ、そうそうそう、あの時ボールエリアも入ってきましたね。だから今もそういうのは求めたいんですよ。だからそういうやっぱりダイナミックスをこいつやっぱすごいなと逆に思います。もっとそう思ってるんですけど、いやまだできるというふうにもう一つ思ってです。だからやっぱ本当ターンは僕は絶対伸びると思います。ありがとうございます。あ、ただキックは下手です。いやこんなボールの体は本当キックですよね。ビシッと蹴ればいいと。学生生活に来て良かったこと、大変だったことがあります。学生生活のサッカー部。まず大変だったことは、怪我が非常に増えたっていうことはすごく感じています。昔に比べて怪我が増えて、骨折だったりっていうのも初めて大学に来てしましたし、そういった面ではすごく大変だったなって思います。良かったところは、そうですね、すごくいい仲間ができたっていうことですかね。いろんなことをこう本音で話し合いたり、バカしたり、こうそういったことが、大学来て増えたっていうことがすごい良かったなと思います。怪我についてですけど、クラッシュの怪我はちょっと別にして、クラッシュも相手とのぶつかりですね、これも、半分ぐらいは防げると思うんですけど、やっぱりこうスピードとか、もう一つ伸びたとしたら絶対スピードはついてると思うんですよ。とか細いんですけど、いわゆるパワーというのはやっぱり力だけじゃなくて、やっぱスピードだとか、そこにタイミングよくこう体を持っていけるということもあると思うんですけど、でもそうした場合に自分の体をうまくコントロールできないと怪我につながりますよ、ね、ストップの時にやっぱりかなり荷重がかかるようになる。スピードがついて急激にストップしなきゃいけないのが球技の特徴ですので、その時にやっぱり自分の体が負けてしまうっていう点をトレーニングしようとしてるんですけど、そこでやっぱ怪我が増えてるっていうのもあると思うんです。で本来ならばうちのウエイトトレーニングで初動負荷トレーニングっていうのを言いながら体をこう柔らかくしていくっていう、ね、ことでその矛盾をある程度は解決しようとしてきたんですけど、何せ今のヘッドコーチがいる頃にから購入して徐々に増やしていったんですけど、老朽化してきてもうどうにもならないと。おそらく今年4人ぐらい J リーグが出ると思うんですけど、そいつらが下金を離れて置いていってくれて期待してますんで、キャプテンを後ろに控えてますが、ぜひ期待したいなと。今できたウエイト場のマシンは昔の選手たちが100万とか50万とかヘッドコーチ の親父からは多大なる寄付をいただいて
今のマシンがある。そろそろ恩返しが来てもいいんじゃないかそれとか関西に、ね、本田とか泉沢陣とかちょっと勝ったら入るわけでしょぜひ期待したいなとこの場で歌っておきます。広島出身で大学時代大阪で京都を初めてだと思うんですけど、京都の町の人物がどうでしょうか。そうですね、小学生の時に修学旅行で観光した時くらいなんで、でまあそうですね、印象としては、まあ、お寺が多いすごい、あと雰囲気がなんか綺麗なイメージがあって、見た目もそうですし、道路もそうですし、なんか雰囲気あって、すごくいいな、観光したいなっていう、すごく印象です。好きな選手とかチームとかみたいな話。好きなチームは、スペインのバルセロナっていうチームが好きで、まあ、好きな選手は、まあ、いっぱいいるんですけど、まあ、今一番好きなのは、あの、まあ、引退 してるんですけど、中田英寿っていう選手はすごく好きで、参考にしたいと思ったり、吸収したいと思ったりしてます。それではですね、質問がなければですね、ここで写真撮影をですね、時間を設けたいと思いますので、今からですね、ちょっと設定をさせていただきます。あの、ありがとうございます。僕は最初に演劇の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 演